かしますかね。昨日はここで車中泊したんだよね。何見てんの？ヒロギッツ。ムースファミリーキャンプ場ビーベビー書いてあるでしょ。うん、あるそっち、公園だ、さっき行ったとこだ。あ、ここすごいな、公園。あ、そっちからよ、とっちゃん大好きな。ほのかもだ。本日は、今日、明日、明後日と、3日間の予定で、ムースファミリーキャンプリゾートに来ました。ちょっと中紹介します。はい、ここが管理棟です。ここにね、もう、いろいろですね、トイレ、バスルーム、あと、まあ、売店等ね、いろいろ揃ってます。中です。そうですね、アメリカのから輸入したアメリカの食品、あと雑貨等ですね、すごいふんだんに用意されてます。すごい雰囲気ですね。なんかね、これビールも、あとソフトドリンクとか、すごい用意されてます。アメリカのね、いろんな州の、コインですね。あとこのね、日本地図のここにピンがいっぱい刺さってると思うんですけども、これは今まで来たお客さんのがどこから来たか刺してるみたいです。あとね、海外のお客さんもこのようにいっぱい来てます。ここは管理員さんが作ったなんかイベントルームですかね、イベントハウスというか、すごいですね、アメリカンですね、かっこいいです。ここ今いないけど、ウサギがですね、飼われてます。ここのウサギすごくて、普通に外で
遊んでるんですね。で勝手にこの小屋の中帰ってくるとか、すごいしつけられたウサギです。はい、はい、ここね、夏場はなんかプールになるみたいです。今はなんだろうな、釣りができるっていう噂ですけども、ちょっとね今わかりませんが、もしできるんだったらねやりたいと思ってます。これジャグジーですね。かっこいいですね。すごい、めちゃくちゃ雰囲気ですね。第2部ですね。今日予約をすればここで食事もできるみたいです。なんかいた？お、うさぎさんじゃん。すごい、ここはですね、アメリカントレーラーですね。アメリカントレーラーがこう置かれてて、ここにキャンプ場のに置かれてるトレーラーですね。これに泊まることもできるみたいです。ぜひ皆さん、トレーラーに泊まってみてください。すっごくいいです。こっちも一緒ですね。ああ、これはすごいですね。ヒフスホイールですね。ヒフスホイールトレーラー、でかいですね。何メーターあるんだろう。10メーター弱あるんじゃないですかね。すごい大きいです。 そこに見えるのが、ちっちゃいね、ちっちゃめのヨーロピアントレーラーで、子供たちがこうやって安心して周りで遊べるっていうのはね、すごいいい環境だと思います。自分のエアストリーム、なんとここの、キャンプ場フルフックアップです。で先ほどね、設定の方も、終わってですね、すごいいい感じにできたと思います。おそらく、まあ、こんな感じでね、今回設定してみました。こういった焚き火台があります。本当ここはすごい静かで、いや、いいですね。マスターシリーズのですね、このテーブルすごいです。ガタつきもないし、電気もですねつけてみました。夜になるのはね、ちょっと楽しみですね。じゃちょっと一周回ってみましょうか。ここね、まあ、ヨーロピアンのトレーラーで来た方もですね、何不自由なく、使えるように水道とかですね、常設になってます。だから自分のトレーラー、25フィート約ね8メーター弱あるんですけども、ここのサイトは全然十分、8メーター弱のこのエアストリームが余裕で入ります。ここの中に関してもなんとですね、はい、二口の、日本仕様ですかね。これ20アンピアまで。右がですね、これ本当に、アメリカ製、アメリカの3口の30アンペアまでの電源が取れるみたいです。いや、本当助かります。はい、次水道ね、水道ここです。でこうホースね、自分で持ってきたホースをつなげて直接トレーラーの、上水道、こういうんですね、つなげて形になります。中ではね、ポンプ等を使用せずに、でそのままの水道の、水圧が、中まで引き込まれますので、そのまま水道を使えます。家のように使えます。じゃあ次ですね。次ちょっとね、まあ、汚いというか、まあ、見えないですよね。ここに関しては排水ですね。エアストリームがこちら、トイレ、汚水が入っているブラックタンクで、こちらに関しては、まあ、雑排水、要するにシンク、あとシャワー等のね、雑排水ですね、のタンクの、レバー、排水のレバーとなっております。両方とも確かですね、100リッター以上は、120ぐらいかな、120リッターぐらい、タンクに溜められます。このレバーを引っ張ることによって、ここから、汚水が流れて、なんとここにあるですね、このフルフックアップの下についてるこのですね、ここの穴、今ちょっと石でね固定してるんですけど、ここに、
穴があってそこに流れていくようになってます。これね、キャンプ場とか本当、キャンプ1泊とか 2泊するときに関してはこうジャッキをしっかり下ろしてですね、キャンプの方をやってます。はい、じゃあ次はですね、今日の夜は、バーベキュー、あとですねビーフシューを作ろうと思っている中で、奥さんの方がね、仕込みをやってくれてるんでちょっと見てみましょう。はい、今肉切ってます。すごい量です。これ何の肉？牛。牛？シチュー、バーベキューよ。家に持って帰るよ。家に持って帰るよか。こんな風ですね。まあコーヒーメーカー。これ資料からね、コーヒーメーカー。全自動の、マグカップ2杯分ぐらいですかね。すごいいいです。とても便利です。今日はですね、すごい晴天に恵まれて、はい、いい天気です。ただね、気温の方が今現在でマイナス3度ぐらい、そうですね、すごく寒いですね。昨日の夜、ヒフスホイールの横にですね、大型のキャンピングカーバスコンってやつですかね、海外のメーカーの、すごいの来ました。スライドアウトしてものすごくでかいです。違和感はあるあい。アウトレットでしょ。アウトレットに行きます。アウトレットが来ました。今からアウトレットに行きます。道はこんな感じです。目的です。着きました。あ、ここ行ったことあるね。そう。行ったことある。分かんなかった。そっちゃん、よかったね。ほな、そうちゃん。そうちゃんよかったじゃん。どこ？おいいじゃん。ほのか見て。見せて。おお。いいね。どう二人で。そうちゃんもいいねそれ。うん、ねそうちゃん。いいじゃん。よかったね。今から二
して今からキャンプ場に着きます。おー、そっちゃんいいぞ、いいぞいいぞ、そっちゃんずっと撮ってて、ね、落ちないで持って座ってます。そのままっすぐです。およそ今からキャンピングトレーラー着きました。この友達やな、これも、これ、マンパキャンプ場の友達、面白い、新しく来たこれ、違う、およそ200メートル先、ワンワンでした。怒るから。やばい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 。目的地です。バイバーイ。右に行きます。遅いんですね。朝道です。遅いね。落ちたらやばいよ。お、目的地です。お、目的地です。やった、着いたぞ。ついたついた、ついきました、イエーイ、ついたね。キャンプ場に着きました、イエーイ、なんかここから降りたあった、着きました、イエーイイエーイイエーイ、おかえり、バイバイした。